はい、どうも、エルです。それでは、原神やっていきたいと思います。さて、早速行くのだね。ここに行けば話が進むと思うから行こう。珍種の森でしょ？ストーリー的にここで関わってるのって、神里なんだよね。あやかぐらいだと思うんだけどなぁ。でも、起こすって言ってたから、タヌキとキツネか？まあ、いいか。ついていきます。助っ人ね。なんかそれっぽいのいるね。あ、でも違いそうだな。ここでこの子出てくるんだ。忍者の里ね。終末版の一員、正真正銘の忍者じゃ。忍者？じゃあさっきのは伝説の変化の術か？でも終末版ってなんだ？終末版はシャブ行にある神里綾人の隠密部隊じゃ。現在神里綾人とシャブ行は中立な態度を維持しておる。わらわでも終末版を動かすことはできぬ。しかし年中サボっている終末版の一員を捕まえて手伝わせることくらいは可能じゃ。いや、では汝らには城内へ入り、天領奉行が裏切った証拠を探してきてもらうぞ。あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないからな。そんなこと言われたって。どうすればいいか全然わかんないよね。もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが、いいじゃろ。少し手がかりをやる。部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困難なことじゃ。じゃが三奉行が将軍を補佐し密接な関係を保っている以上、他の奉行が異変に気づくこともまあまああることじゃろ。社奉行か。分かったようじゃな。幕府軍の汝に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの終末版の忍者の助けがあれば、汝の友と無事再会できるじゃろう。約束の日までに証拠を持ってくるんじゃぞ。んじゃ、やっぱ綾香か。茶屋だね。久しぶりだね。なかなか。トーマの件があってから会う機会なかったからね。まあでもトーマを助けたことで多少そのあたりの融通は効きそうだし。さあ久しぶりに入るか。次の仕事は？
こっちか。お、元気そうだね。君たち、どうして戻ってきたんだい？抵抗軍は？今の戦況は？俺はここから出ても大丈夫なのか？まだ無理だと思う。オイラたちが来た時も近くで見回りしてる人がいたぞ。まだ終わってないんだね。じゃあここに来たのは俺たちに相談事があるからかな。お嬢を呼んでくるからちょっと待ってて。なるほど、様々なことを経験したようですね。状況は全て理解しました。今はとにかく天領奉行が裏切ったという証拠を見つけなくてはなりません。そうですね、そう言われると確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり交戦してきましたが、将軍様がそのことについておっしゃったことは一度もなかったのです。最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、今考えると天領奉行が将軍様に提示した上層に何か問題があったのかもしれません。それって天領奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、我々に知るすべはございません。その結果、将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続けているのでしょう。もし天領奉行の上層を手に入れることができましたら、全てがわかるはずです。だけど上層に触れる権限を持つ者は九条高行一人しかいないはずだ。それにあそこの警備は厳重で、たとえ左右の助けがあっても上層をこっそり持ち出すのは至難の業だろう。あの護衛たちの気を一時的に引くことのできる何かがあればいいのですが。そうですね、注意を引くのなら前にもやったことある。あー、花火か。宵宮の花火、遠間らしい策ですね。しかし理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千住百目神像があります。もしその周囲で花火を放てば天領奉行も無視はできないでしょう。その時に左右が天領奉行に入り込めば、上層や他の証拠などを。よし、俺が自由になれる日がどんどん近づいてきてるのを感じるよ。こうして座って一緒に話すのももうだいぶ前のことに思えてくる。まだそんな経ってないと思うけどね。俺にとってはそうなんだ。毎日ここで君たちを待ってるんだから。昔から確かにここは俺の一番好きな秘密の場所なんだけど、今回ここに身を潜めるようになってもうずっと茶屋の外には行けてないんだ。くそー、温泉に入りたいな。トーマ、かわいそうに。今は目先の問題を解決するのが先です。メガリレーが廃止になればトーマも自由になれますよ。せっかくの再会ですが、談笑している時間はないようですね。全てが終わってからまたきちんとお祝いをしましょう。その時はもう一回鍋遊びをやろう。まだそれを引っ張るのかよ。天領奉行の近くには護衛がたくさんいます。くれぐれもお気をつけて。終わったらここでまた会いましょう。じゃあオイラたちは花見坂へ宵宮を探しに行こうぜ。ここでいろいろつながるか。またじゃあ最初の侵入は無駄ではなかったということだね。下の方か。それで言うと宵宮のところの師匠っていうか、はい、偽の目を作ってた人は元気になったんだろうかね。お、いたいた。でもメインでこんなにキャラクター絡むのってそんななかったよね。よっ、よいみや、オイラたち特大の花火が必要なんだ。すっごくでっ
花火？そんならうちに任せとき。実はこの前ちょうどごっついもんが作れたんや。けど威力がとんでもなくてな、実験できる場所も見つからんくて。ちょうどええからあんたらにあげるわ。うちの代わりにどんなもんか見てきてや。あ、それと火つけたらすぐ走るんやで。やないと服が燃えてまうからな。それと耳も塞いだ方がええで。うん、なんか怖いぞ。大丈夫やって、ただの花火やから何の問題もあらへん。じゃあやってみる。ありがとな、ヨイミヤ。花火は手に入れたし、あとは夜を待つだけだな。いやー、夜を待つのもあれなんだけど、あまりにもなんか怖い花火だ。さて、夜にして侵入する感じかな。よし、行こう。上だもんね。指定場所に行って花火あげるんだろうね。でも宵宮のさ、必殺技の花火とまた違うわけだよね、これはね。これか、金魚のマークがあるね。洒落た花火玉だね。あー、場所がルート決まってんのか。ちゅうことは、なるほどね。お尋ね者逮捕するよくできてんな。信じるしかない。節が醸造を手に入れたら木漏れ茶屋で集合する。それでいい？それともし節が捕まったら助けに来て。本当に大丈夫か？とにかくオイラたちは先に千住百目心臓のところに行こう。見回りに見つからないように気をつけろよ。ちょっと心配になるね。だって下の方かな。この辺りだね。おお、おい逃げろ。このやつむちゃくちゃだ。そっちかー。まずい、近くにいる見回り兵が全員オイラたちに向かってきてる。逃げろ。ちょっと待って、ちょっと待って。一体何用の花火なんだよ。ちょっと待った、そっちからそうなるの。あー、はい、さよなら坊ちゃん。そうだね。で、これで、オッケー。
無事、よし。さっきも見つかったのかと思って、音的に。ああ、なんとか戻ってきたね。おい。どうでしょう。計画はうまくいきましたか？花火に火をつけて逃げてきた。お疲れ様です。あとは左右を待つだけですね。確かに運動は成長を促すけど、これは運動しすぎたかも。クラクラしてみんな回ってる。ダメ、眠る前にまだ重要なことが。そう、手に入れた。主らの言う上層が何なのかわからないけど、怪しいものは全部持ってきた。はい、これ。節はもう寝る。お嬢、これは。この封がされたもの、天領奉行が将軍様に提上した上層で間違いないでしょう。それ以外にもこれは彼らとファデュイの間で交わされた手紙ですね。どうやら八重宮司様の判断は正しかったようです。今の稲妻の紛争は彼らが助長したものでしょう。これらの証拠があれば十分。これを八重宮司様に渡せば、あのお方が次の計画を立ててくれるはずです。私も人手を招集し、稲妻にいるファデュイをできる限り探し出します。だけど将軍様には気をつけろ。あの方の刀を振るう姿を思い出すたび身が震え上がる。八重宮司様を信じるしかありません。あのお方は将軍様と密接な関係にあります。何か方法があるのかもしれません。確かもうすぐ巫女との約束の日だよな。オイラたちも支度が終わったら鳴神大社に行こうぜ。よし、行こう。いろいろと手に入ったね。稲妻と空に輝く光を見上げますと、将軍様の不変の道が彼方の宴会へと轟き、稲るが四方八方へと響いていくのが聞こえてまいりますと。メガリレには一片の曇りもなく広がる様はまさに破竹のごとく。将軍様の恩意にもと、王者殿の地理へ落ち人は帰郷しと。はいはいはい。でこれをファデュイのやつは見れない。でも左右大活躍だったね。八重宮司様、約束通り来ました。ご安心を。配下は連れてきていません。それにここへ来ることは誰にも知らせていません。約束通り来ると分かってたぞ。それに何時、ここ数日の間胸がざわついて夜も眠れなかったのではないか。私が当主様を疑うことなどありません。それは憶測です。それで証拠はどこに。ここ。ほう、もう一人約束をしてた者も来たようじゃな。これを手に入れるために苦労したんだぞ。さらに渡すといい。自分で判断せ。これは確かに当主様の官印が。偽物ではない。抵抗軍、産後の宮、前線、どれも一言も触れていない。前線で命を落とした兵士、人々が受けている苦痛、どれも言うに値しないものとでも言うのか。命を舐めている。どうしてこんな隠蔽を。もちろんメガリレーを順調に遂行するためじゃ。それらを将軍が知ってメガリレーが廃止になったらならんからの。天領奉行はわざと将軍様に隠蔽を。うむ、
メガリレーの遂行で得するのが誰なのか、もう少し考えることじゃな。ここに手紙が一通ある。天領奉行とパデュイの間で交わされてた手紙だ。九条家の当主が隠してたものらしいぞ。どうじゃ、汝の見たかったもの、見たくなかったもの、すべて目の前にあるぞ。よもや見て見ぬふりはできぬじゃろう。私が今まで続けていたことは、こんな、こんな、くそ、裏切り行為を許すわけにはいきません。当主に会って直接話してきます。九条サラ、すごく怒ってたな。こちら側に引き込むことは成功したみたいだ。そうだね、幕府軍もこれでしばらく指導者がいなくなった。そうだね、少し減るよね。おう、彼女を追ってみよう。待て、わっぱ、まだ話したいことがある。お、汝が初めて一心浄土に入ったのは千手百目心臓の前じゃったな。あー、確かにそうだね。あの日の情景を再現するんじゃ。千手百目心臓の前で雷電将軍の心を開かせれば、勝機は必ずやってくる。これを持っていけ、選別じゃ。これは守りだ。鳴神大社のお守り、御利益のあるもので、汝のために特別に残しておいたんじゃ。いや、絶対なんかあるよね。まあ大事にするよ。絶体絶命の状態でそれを取り出せば、危機から抜け出せるかもしれぬぞ。もちろん、わらわに会いたいと思った時に取り出してくれても構わぬ。ひょっこり出てくるやもしれぬな。こんな大事な時に冗談はよしてくれよ、キツネお姉さん。悪いな。では、わらわの愚鈍な友は何時らに任せるぞ。あー、これでだいぶ整ってきたね。いやー、八重はガチャ出ないかな。キャラクター的にめっちゃいいな。てか、かぶってるようなキャラいないんだよね。見た目的てか性格的にもね。んで、今クエストが、愚中と愚勇か。やっぱここだよね。よし、じゃあ今回ここまでにしよう。で、次回は天領奉行のところに行ってみようか。九条皿の手伝いをちょっとしないとね。まあ、雷電に会えるのが一番いいかなと思うけどね。まあ、それはそれで大変なんだけど。意外とでけえな。意外と身長高いね。ああ、でも陣ぐらいか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。